たのね。カンタ、今すぐ逃げて。どういうこと？ちょっと、そっちはダメ。はい、ジャイアンじゃん。ジャイアンのお父さん、こんばんは。でもどうしてここに？お前、黒選んだんだよな。うん、そうだけど。父ちゃんにこのこと相談したらやべってことに気づいて、それで心配になって寝てきたんだよ。そうなんだ、ありがとう。でも何も起こってないし。とりあえずここは危険だから、俺たちと一緒に来てくれよ。いや、大丈夫だって。いいから、来いって。ちょっと、ジャイアン、これどこ向かってんの？ジャイアン？なんか、眠くなってきた。ここどこだよ？お、目覚めたか。ジャイアン、ここどこだよ？いきなり悪いけど、お前には死んでもらうからな。は？知ってる意味がわかんないよ。なんで緑の糸を選んだやつは億万長者になれるか知ってるか？え？どんなの？スポーツ選手になれるとか、宝くじが当たるとか、会社経営が成功するとか。全然違う。答えは臓器提供。え？お前みたいに何も考えず黒い糸を選ぶような人間の臓器を病気で悩んでる将来有望な子供たちに臓器提供する。その数パーセントを俺たちがもらうってわけ。お前さっきから何言ってんの？とりあえず、カンタには凍ってもらうからな。俺たち、心の友じゃなかったのか？もちろん。昨日まではな。なんて。おい、何笑ってんだ。死ぬわけないじゃん。だって、俺の黒い糸はさ。